言うてええよ。いやいやいや、お前の立たんでこんな。チケット発売中ですから。そうそうそう。あの、この日程に合わせてね、いろんな日程を立ててくれるなんて、そんな嬉しいことはないですよ。なるほどな。ローソンチケットで取り扱っております。0570-0570ですよ。0570-084001。0570-084001。L コードは181181でございます。まあ、詳しくはね、あの、オフィス Q のホームページなど、見ていただければ、公演日程などね、ビシッと載ってますんで、一つ皆様劇場に足をお運びください。お願いします。大変だな、これ。10月15日から11月23日まで。一月以上ですか、やっぱりね。まあそうですね。ただね、間2週間空くんですよ、これ。東京、札幌って。あ、東京、大阪って。大阪ね。あ、東京、大阪の間が空くんだ。空くんですよね。これも不安だよな。まあ、絶対忘れるぞ、ジェイなんて、お前2週間も空いたら。2週間も空いたし。ゼロに戻るぞ、お前。大丈夫。じゃあ、稽古しますから。自信ないわ。俺、ほんと、資源にべったりで行くからな。いいぞ、いいぞ。不安で仕方ないわ。お前、台本見たらね、笑うと思うよ、ほんと。ほんと？うん。ちょっと早く台本ちょうだい。俺、できるって言うと思うよ。いや、頑張るわ。完全なの当てがけだから。いや、俺、ほんと、これで友達増やそうと思ってるから。そうお前かっこいい。だって友達川原綾子だとかってかっこいいよ。いや本当だよね、これ川原綾子さんとお友達になれたら嬉しいよ。そうだよ。川原さんはね、大阪出身なんです。知ってました。すごい気さくな方なんだよね。そうね、綺麗でかっこいいでしょ。でもね、血にはほんとコメディアンの血が流れてるんですよ。コメディエンの血が流れてて、すんごい笑い大好きな。へえ。やっぱ J なんか見たら一生笑ってるわ。そしたらいや、顔の話か。タンチョ、あの、このライトフライトで J 君の汚い顔とか出るんでしょうね。当たり前じゃないですか。大好きなんですから、僕。まだ、あの、どんな役かはね、J 君の役だけはまだ言ってないんですけど、とりあえず、ヒゲはボーボーにしてくれって言いました。だからもう、ヒゲ剃らんでくれって言われてね。今も汚いヒゲ生えてますね、それ。そんなことないでしょ、綺麗に整えてきたんですよ、これ。汚いヒゲ生えてますわ。こういうほら、綺麗に整えて。さらにヒゲ生やされるんですか、じゃあ。そうですね、もう、なんか、仙人みたいなヒゲをできれば本番までに生やしてって言ったんですよ。これだからずっと生やしていこうかなと思って、これから。またいい感じになってくるよ。ワイルド J が出てくるから、これ。ワイルド J なんだよ。こう見えても中学校の時は悪かった、怖かったんですよ。だからずっと言ってんよ、お前は誤解してるよって。怖かったんですけどね。一回、稲田組の飲み会でみんなでヘビレケに酔っ払って、自分がみんなでもう酔っ払って、J は酒飲まないからさ、俺たちは取れない酔っ払って、J 裸にして、もうみんなに顔に落書きして遊び始めて、右手には右手って書いて、左手には左手って書いて。教えてくれたんだよ。顔中もベロベロにしてると、立つ子とかバカだから、もうタンポンとか持ち出して遊び始めてさ、タンポンがどれだけ水分吸収するんだなんて、ワインにつけて遊び始めちゃって、それタンポンどこ置くって、J に置くべって、J の胸のところにこうやって、マジックでタンポン置き場って書いてあるわけ。どこにタンポン置いて。まあ、そうですよ。J がこうやって、お前ら中学時代に俺にやったら絶対こんなことできねえんだぞとかって言いながらさ。J はシラフなんだよ。こっちはベロベロなんだけど。じゃあ俺確かに具合悪くて寝てたんだよ、それ。これを酔っ払いだって延々いじられてたんだ、俺。ひどい遊びをしてたもんですけど。さあ曲を聴いていただきましょう。そんな入るの？曲いけない、いけない、いけない。手で罰出してます。罰出してるわ。ジーコさん。CM って書いてあるよ、あれ。これは行かなきゃいけない。俺曲行かなきゃいけなかったですよ、これ絶対。これ行かなきゃいけなかった。あれだってこれ、あの、9月の9日にリリースされる、うちの事務所の、アルバムのから1曲かかるはずだったのに。ちょっと、ジェイさんが酔っ払って、その、ガラスの話で。これは俺が鈴井孝之に言わせてもらうよ。ジェイのせいでかからんかったって俺言うからね。俺のせいじゃないですよ、ほんと。いや、これは社長にこれ報告よ。いやいやいや、来週もかからんかもしれない。9月9日にね、これ、うちのアルバム出るんで。出ますんで。ベストアルバム、オフィスQのベストアルバム。サンキューベスト出て。ね、発表の曲とかもいっぱい出ますんで。どうせリーダーのラジオとかでもかかりますから。リーダーのラジオ聞いてもらいます。確実にかかってました。かかってました。リーダーの曲とか録音なんか感じますからね。090909039なんでね。そうなんですよ。さあさあ、じゃあコマーシャル。ご飯を炊く前お釜にポン、ふっ
くらつやつやおかまにポン。一度使えばやめられないポン。ご飯で手軽にビタミン E。昭和のおかまにポン。で終わりの時間が近づいてまいりました。おかまにポン当選者発表。10月分サンデーネームおんにちはアットマーク名古屋さん、50粒サンデーネームはるにゃんさん、おめでとうございます。ありがとうございます。まあね、あの曲こそかかりませんでしたけどもね、この9月9日すごいですよね、はいはいはい、オフィス Q。これもあの9月9日2009年ということでね、9が3つ並ぶんで3級の人と題しまして、はい、とにかくこちらね、いろんなイベント盛りだくさんでございます、はい、この日はあのしげさんと僕大阪に行ったりですね。そうですね、大泉さん東京だったり、藤岡あの名古屋ですね、名古屋だったりですね、いろいろ回り回ったりです。あとこの曲がですね、全部で26曲入っております。曲だよ、それだけ入ってお値段3900円、安い高級価格ということでございますね。9月9日でございます、ね。中でも未発表曲が3曲と社長の新曲1曲、はいはい、社長の新曲のいいですよ、ありがとうっていうかね、いいかかるやつやってる、ね、本当はね、かかるやつ、ありがとう、ああそうですね、ね、いい曲なん、ありがとうみたいなね歌詞作るのサボったんちゃうかみたいな、ね、ありがとうしか言わないんですけど、いい曲でございます。ぜひぜひよろしくお願いします。この時このキルミーなんかもあれはまさか入ると思いますね、入ったびっくりしました。私のビーチドリーマーとはい、あとお父さんの君にキャッチューとか、君にキャッチュー入るんだね。入りますよ。とにかくもうどうでもいい歌ばっかりいっぱい入りますから。あとザックさんの、あのドコモの CM のコーリングユーモア、フルバージョンになって、サンバーサンシング、はい、ララランってやつ、ね、あれ全部作ったんだね。そうそう、うん、あれまたレコーディングし直してね、入ったりして、あれ盛りだくさんですね。案外いい曲多いんですよ、はい、歌詞を聴いたらバカバカしいけども、ちょっと聴いてる分にはいい曲っていうのは多いですからねなかなかあの聴き応えのあるアルバムになっていますから、こう9月9日みんなでこう全国回って最後また札幌に集結する、うん、そうです、ことらしいことするわけだ。そうです、すごいね、楽しみにしていていただきましょう、はい、さあ番組終わりの時間に近づいてまいりました。来週もあの今週読めなかったね、お便りたくさんご紹介していく、はい、このペースでやっていくと読めないお便りでもう電話勝利上であるじゃないですけどね、毎週毎週読めなかったお便り中心にね、来週もご紹介していこうという、はい、何枚かです。さあ今週のゲストは戸次重幸と河合 J 良介さんでございました。ありがとうございました。石原さんよなら。この時間は一度使えばやめられないおかまにポンの昭和産業の提供でお送りしました。